こんにちは、萌えです。今回はお知らせがあります。以前から少しお話をしていたオンラインクラスが本日開講になりました。オープンしました。お待たせいたしました。これはですね、クラス101という韓国のサイトの日本バージョン、クラス101ジャパンさんとコラボさせていただいてオンラインクラスを始めることになりました。で、私が教えているのはですね、アクリル絵の具なんですが、どんな人におすすめかというと、もう全く絵の具触ったことないし、もう材料も何もないってい う, もう本当に初心者の方から、まあ、ちょっと絵の具描いたことはあるし、アクリル絵の具も知ってるけど、で絵も結構得意だけど、もうちょっとスキルアップしたいなとか、ちょっと違う技術を学びたいなっていう方におすすめのクラスになっています。で、全然材料が何買ったらいいかわからないっていう人にもですね、そういう方には、キットがついてきます。画材のキットを選べるんですが、それ私がですねチョイスした画材キットがあるので、必要な方はそれも一緒にですね注文してもらえると、そのキットが届いてそれで始められるっていうやつです。なので、あの自分の家にですね筆とか絵の具とかそういう必要なものが揃ってる場合はそのキットは買わなくていいんですが、まあ、何もないところからですね始めたいっていう人は自分で買わなくてももう用意されているものがあるので結構楽に始められるかなと思います。で、私が選んだものなんですけど、ちょっと一部を紹介すると、絵の具はこちらのターナーさんの U35 を使います。これとですね、これ12色入ってるんですけど、これとか、あとはペーパーパレット、これはパレットなんですけど紙になっているノートみたいになってるやつですね。これすごく楽なんですけど、これを使ったりとか、あとはキャンバスも入ってるんですが、キャンバスパッド、これで練習したりとか、あともちろん筆も入っています。で、この筆はですね私の、最近のお気に入りのインターロンの筆になっております。でこれ1本だけじゃなくて、何本かついてくるんですが、平筆とかもね、細い筆とかもあります。これはもう私がもう常にいつも使っている筆なので、ぜひ皆さん同じ筆で試してみてください。はい、ということで今回はですね、このクラス101の告知なんですが、私のこのリンクにですね、チャンネルのリンクに貼っておくので、概要欄にねリンク貼っておくので、そこからページに飛んでもらうと私のオンラインクラスに飛べるようになってます。なので気になる人はですねそこをチェックしてみてもらえたらと思います。はい、そんな感じですね。で、ちょっとクラスの説明、ちょっと内容を説明しようかなと思います。何を描くかというと、ちょっとリアルな絵も描くし抽象画も描きます。そして筆だけじゃなくて、あるものちょっと変わったものを使って描くっていうチャプターもあります。で、これが、チャプターごとに分かれていて、今回はこれを描きます、今回はこれ描きますっていうチャプターに分かれているので、自分の好きなペースで始められます。で、それももちろん自分の好きな時にストップして、ちょっと自分で描いてもう一回元に戻してみたいなこともできるのでですね、例えばお友達とやってみるとか親子でやってみるとかっていうのもいいかなと思います。はい、なのでですね、私の、いつも描いているコツとかをですねお話ししているので、ちょっとこの YouTube のチャンネルとは違うような教え方を結構詳しく教えてます。なのでぜひぜひ始めたいなっていう人は見てみてください。そしてオンラインクラス、何か質問があれば、そのクラスの、クラス取ってからですねそこにコメントいただいてもいいですし、私のこの YouTube チャンネルにもコメントいただいても大丈夫です。なので何か疑問があればですね、コメント欄に残してもらえたらなと思います。はい、ということで今回は私のオンラインクラスの告知でした。ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画で。バイバーイ。